ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。ついに発売されましたね、最強のペプシが。ペプシストロング 5.0 GV コーラ。人類未体験強炭酸ペプシ 5.0 GV。 ペプシ史上最強炭酸って書いてありますね。これなんかもうボトルがなんかごついんだよね。炭酸強いからごつくしたのかなこれで。今日はね、これがどれくらい炭酸強いのか、はい、こちらのペプシゼロかな、特保のこの、まあ普段売ってる普通のペプシと比べてみたいと思います。まずはね、あの舌を普通の炭酸にね鳴らしたいので、こっちからいきます。あ、美味しいな美味しいなこれ。うん、十分強いね。これでもいわゆるサイダーとかのあの強い方の炭酸がもうこれですね。うん、うん、この喉のピリピリ感インプットしたぜ。さあ行きましょうか、人類未体験どんくらい強いのかなこれ。正直ね、炭酸の抜けた炭酸飲料ほどね、こう美味しくないものないと思うんで、炭酸って僕強ければ強いほどおそらく好きです。パシャースパーンとかなんないかな風圧で吹き飛んでいくとかないよね、うん行きます、せーの。お、まあまあ至って普通ですが、ごついねボトルが。さあ炭酸抜けないうちにいただきます。人類未体験。あれ、あ、ん、ちょっと待ってね、もう一回いこう、もう一回比べます、うん、あー強い。てっきり僕もうあたたたたたくらいをね想像してたんですけど、そこまでではないんですが、こう飲み比べてみると確かに強い。うん、こっちでも十分強いんでね。でもあー正直ね、僕のこう感覚的には 1.2 倍ぐらいかな、言ってそんなめちゃめちゃ強いわけではないかな。あーでもね、こっちのが好きだわ。うん、やっぱり炭酸は強ければ強いほど僕好きですね。うん、ただねこれ普通に味がうまいまあこれがねずっと売ってるのか僕わかんないんですけど、まあ普通にこうペプシと並んでたら僕だったらこっち買いますね。トゥデイズヒカキンズポイント。セブンティナイン。なんとなく思ったのがこのね、人類未体験って書いてあるからね、あのめちゃめちゃ強いのかなと、あの思ってしまったんでまあこれ書いてなかったらね、普通にね、おー強くてうまいってなったんですけど、ちょっとあまりにこう期待が膨らみすぎたかなっていう感じです。ただね、炭酸も本当にまあ普通のように強くて、爽快なくらいあるのと、味が美味しかったので、まあまた買いたいなと思いました。コーラ好きな方ぜひ。こちらのヒカキン TV チャンネル登録お願いします。そしてもしよければ他の動画も、ぜひぜひ関連動画などからご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はじゃんけんポン、バイ。